どうも、オニーカレーです。バチバチにスパイスが効いた目が覚めるようなカレー、それももちろん美味しいんだけど、人を選ばず誰が食べても美味しくて、それでいてスパイスカレーならではの風味味わいを堪能できる、そんなカレーは絶対あるべきだし、僕が目指すところでもあります。身近に手に入るもので最大限の美味しさを、本格的だけど食べ疲れのない、毎日でも食べたくなるスパイスチキンカレーのレシピを紹介します。まずは鶏肉の下準備。鶏もも肉を食べやすい大きさに切って一晩マリネします。理想は一晩、時間がなければ 1,2 時間でもまあ OK。 ちなみに鶏肉は皮目を下に向けると切りやすいけど、それでもグニョンと肉が逃げてちょっと切りにくかったりする。それがどうにもストレスな人は、あらかじめ鶏もも肉を冷凍してですね、直前に半解凍してから切るようにするとだいぶ楽です。で、切った鶏肉はボウルやポリ袋に放り込んで、ダマっぽくならないようによく溶いたヨーグルトやその他の調味料を投入。すりおろした生姜とニンニク、刻んだものでも OK。 塩はミネラルを多く含んだ美味しいやつがいいな。そして粗挽きのブラックペッパー、全体をよく揉み込みます。動画では見やすいようにボウルを使ってるけど、ポリ袋に肉も調味料も全部入れて揉み込むだけで OK です。よく混ぜたら密閉して冷蔵庫にイン。一晩開けてテンパリングに使うホールスパイスの準備。今回はクミンシード、カルダモン、クローブ、ベイリーフ、カシアを用意します。ホールスパイスは揃えられるに越したことはないけど、用意できない分は目をつぶるのが一番。ないものを無理に代用しようとして、例えばクミンシードの代わりにパウダーのクミンを使うのは NG。 加工の段階で性質、役割が変わってるので切り分けて考えます。玉ねぎは中サイズなら1個、大きいのだったら半分くらい。みじん切りでも薄切りでも構わないけど、今回はとろっとした感じのカレーにしたいから細かめのみじん切りにします。細かめのみじん切りとなると、僕は面倒くさがりなのでチョッパーを使います。まあ洗い物が増える分どっちを取るかって話になるけどね。たくさんの量を作るときはチョッパーやフープロがあるとサクサクではかどりますな。それじゃあ本調理始めていきますか。加熱する前の鍋やフライパンにサラダ油をひいてホールスパイスを投入。弱火にかけてスパイスの香りを油に移すテンパリングをします。クミンシードなんかは特に焦げやすいので必ず弱火で温めること。スパイスの香りが立ってカルダモンが膨れ上がったら玉ねぎを投入。玉ねぎの脱水を流す一つまみの塩を加えたら強めの中火に。さっとかき混ぜて油、玉ねぎ、塩、スパイスをよく絡めます。全体を絡めたところですぐさま平らにならして、しばらくの間焼き付けるように加熱。玉ねぎの水分を一気に蒸発させる魂胆です。基本は放置で、時々底を返して
火の通り具合を確認する感じ。玉ねぎの色味が変わってきたら少量の刺身水を挟んで鍋の温度を調節しながら炒めていきます。これを繰り返し、玉ねぎが濃いめの茶色になるくらいまでじっくり炒めるわけです。みじん切りのメリットとしては、炒めムラができがちな薄切りに対して均等に火が通りやすいっていうのがあるね。これくらいまで炒められたら良しとしましょう。カットトマトを投入。好みの話になっちゃうけど、僕はあんまりトマトの主張が強いカレーはタイプじゃないので、少し控えめにしてバランスをとっていく。果肉を潰すようにしながらしっかり水分を飛ばします。この作業が足りてないと余計な酸味や甘みが前に出てきちゃうので、手を抜かずにね。納得がいくまで炒めたら弱火まで下げてパウダースパイスを投入します。今回使うスパイスは極めてオーソドックス。コリアンダー、クミン、ガラムマサラ、カイエンペッパーにターメリック。加えたら30秒程度でさっと炒め合わせます。パウダースパイスはとても焦げやすいので、必ず弱火にしてから入れること。辛いのが苦手な人はカイエンペッパーはここでは入れず、仕上げの段階でちょっとだけ加えて調整するのをおすすめ。塩も忘れずに投入して同じようにさっと合わせる。スパイスだけでは美味しいカレーになりません。塩のおかげで味が引き出され、料理としてまとまってくる。カレーのベースになるペーストが出来上がったら別の鍋に移してですね、水を加え強めの中火にかけて一煮立ちするまで加熱します。まあ今回2つの鍋に分けて作業してますけど、邪魔くさかったら1つの鍋でも全部できちゃうので、お好きな方法でどうぞ。ここでマリネしておいた鶏肉を取り出し、空いた方の鍋を使って炒めていきます。火力は強めの中火でも、がっつり火を通すわけではなく、表面に軽く焼き色がつく程度で OK。 ちなみに鍋一つで調理する場合はペーストができた段階で鶏肉を入れ、炒め合わせてから水を入れるっていう手順になりますね。さて、炒めた鶏肉をカレーの入った鍋に移して、再度強めの中火にかけ、軽くかき混ぜながら加熱していきます。煮立ったら弱めの中火に。ここで再登場、よく溶いたヨーグルトに蜂蜜、お醤油、ブラックペッパー、そしてバターを投入。ぐるっとかき混ぜて蓋をしたら、ここから8分ほど加熱。加熱時間は作る量や好みの濃度なんかで前後します。中の様子を時々確認しながらベストなタイミングを見つけていきましょう。そろそろかな。仕上げにかすりメティを適量加えてさっと加熱。これはまああればでいいです。味見をしてぼんやりする感じだったらちょっぴり塩を足して調整。これで完成です。炊きたてのご飯にカレー、副菜に素揚げのレンコンと紫キャベツのラペを添えて、材料はこちら。ありふれたスパイスや調味料だけで作れるので
試してみてくださいね。今日のところはこの辺で。それじゃあまたね。